この家は夫婦とお子様2人の4人が住んでる家になります。日本の大阪にあります。周辺の環境は池のある公園もあって、学校も近く、すごい静かな住宅地になります。コイル松村和輝建築設計事務所の松村和輝です。この家は57平米程度のお家になります。接種からの要望はコンパクトでいいので、住人がこもることなくみんなが集まるようなお家にしたいという要望がありました。家の前の道路は小さめの道路で、そこから玄関へ向かって進みますと、まずはステンレスのシャープな庇の下にある木製のドアを開けて中に入ります。玄関の中では土間にはオリジナルのモザイクタイル、施工を喜三郎の沖本さんという方にお願いできることになって、吉野杉であるとか無垢の木をふんだんに使ってもらうことができました。木の杉板を使ったオープンな靴棚、階段の下にあるスペースを使ってのクローゼットになっています。階段のスペースにはベッドルームへの入り口と洗面所への入り口、洗面所は実験用シンクを使用しており、それにより広くコストも抑えた洗面所になっています。シンクの上に鏡付きの収納があり、その向こう側に洗濯機、洗面所には勝手口がついており、そこから外に出ることができます。ニットバスの中にはシャワー、そして浴槽があります。天井から吊り下げた物干し竿によって室内干しもできるようになっています。ベッドルームは1階に配置していて、子供部屋が2人のスペース、2段ベッドになっており、ベッドの下にもデスク収納されており、それらが引き出して使えるようになっています。家具などは全部家具屋さんで購入したものになっており、コストの方もそこで抑えることができています。カーテンでの間仕切りとなっておることで、柔らかく区切れ、かつコスト的にも抑えることができています。親の方のベッドの足元の上もクローゼットとなっています。階段を上がってくるとカーテンで仕切られた場所になっているんですけども、そこには手すりを兼ねて家族の写真などを飾った本棚が設置されています。カーテンを閉めることで夏のエアコンの冷気が下に落ちないようにというところの機能もあります。リビングには持ち込み家具であるソファー、テーブルで、壁付けのテレビ、そしてテレビボードをコンパクトにまとめて設置しています。小さな窓についてはロール式の網戸になっており、収納時にはコンパクトいます。ソファーの後ろにある収納は見せたくない細々とした衣料品であるとかいったものをしまっておくことで、すっきりとした収納になっています。ロフトに上がるのははしごとロッククライミングウォールの2つがあり、はしごは動かして位置を変えることができ、ロッククライミングのウォールは子どもたちが遊ぶ場所にもなっています。ロフトスペースは収納と子どもたちの遊び場を兼ねています。キッチンの方はシンク、IH コンロがあり、その上にフード、背面の方で電子レンジと炊飯器など料理に関する小物が収納できる棚が揃っています。キッチンの照明はライティングレールになっています。冷蔵庫の隣にはワークエリアがあり、パソコンであるとか置くスペースとなっています。ダイニングテーブルは持ち込みの家具となっており、それに合わせてキッチンの腰棚を作ることで一体のデザインとなっています。
トイレはコンパクトながら小さな手洗いと、トイレの便器自体もタンクレスの小スペースなものにしています。トイレの横の収納はカーテンで閉じており、見せたくないものになっています。2階のバルコニーには勝手口から出れるようになっており、勝手口にはロール式の網戸があることで放って風を通り抜けることもできます。日本ではこの先人口がどんどん減っていくという中で、やっぱり町自体の利便性というところの資産価値っていうのは大きくなってくるんで、そういったもののそばで小さくてもお家住まうっていうことがすごい重要なことになってくるのではないかなと思っています。With details like these, a build goes from a structure to a work of art and its value can soar. Think of how designers take older and tired housing stock and transform it into something that's functional and beautiful and adds considerable value to the property owner. We know you all think about it during these tours, having a property like this and having our money work for us like that. That's why we want to tell you all about Masterworks. This is a platform where you can invest in works of contemporary art from the world's top artists, like Picasso, Basquiat, and Banksy. These are multi-million dollar paintings that you're investing in for a fraction of the cost, because Masterworks breaks the paintings into shares, so you're just investing in a portion of it instead of shelling out millions for the full thing. Data shows that contemporary art has grown an average 13.8% per year for the last 26 years in a row, which is even better than the S&P 500, the leading index for stocks during that same time. Masterworks has even managed to beat those numbers. So far, they've sold 6 paintings for an average of 29% to their members, including a sale just last month for a 33.1% return. Masterworks has done so well, they've had to release more art on their platform to meet demand. And there is a wait list, but you can skip it just by clicking the link in the description. Check it out! Thanks for watching. To receive updates on our latest episodes, please subscribe and click the notification bell. And if you're an architect or designer with a project we could feature, please share it with us at nevertoosmall.com/submissions.